宇多きは、兵庫県丹波笹山市にある標高793メートルの山。丹波笹山市の最高峰、滝連山の主峰である。三岳とも表記する、兵庫五十山の一つである。宇多きは、小金が額西が額の三山,山からなる、滝連山の最高峰である。石室のある東方、三角点のある西方からなる。山頂からは、 素晴らしい展望が望め、秋にはしばしば雲海が見られる。また、クリーン層の自生地を要し、5月には花が一斉に咲き乱れる。クリーン層自生地滝連山は、鎌倉時代から室町時代にかけては丹波修源道場の中心地として栄え、宇滝はその中心であった。現在でも御竹山頂から600メートル離れたところに、 当時の修験道の拠点であった大岳寺の跡や、東の峰には縁路行者を祀った石室が残されている。最盛期には、大岳寺のほか、数カ所に堂が立ち、東の小金が、額の頂上には、座王堂、その南側直下には、伏線寺ほか数々の寺院国や里坊なども存在した。しかしながら、丹波修験道は百八十二年、大峰山に代表される、 山と主限道との争いに敗れて、主砲温岳の南側直下の大岳寺などは焼き払われた。毎年5月には山開きの行事が盛大に行われる。登山道は、篠山口駅から新規バスにて、草山温泉方面行きのバスに乗り、栗から口あるいは栗から奥から登るルートと、代打は峠から登るにルートを中心として、多くのルートがある。 栗からルートの起点や柱神社、滝連山のクリンソウ群落について篠山市、観光情報。2018年6月16日閲覧。ありがとうございます。